沖縄県の中部地域、沖縄市。ここに一人の歯科医がいた。チムワザ歯科で歯科医を務める島田茂。おめでとうございます。彼にはもう一つの顔があり、2014年に沖縄市の議会議員として一期目をスタート。実績、そして努力をしながら、皆様方のご希望に応えられるように一生懸命精進していきたいと思いますので、皆様方、私に力をください。日々地域の教育環境や市民の声を市政に反映させるべく奮闘している。また本業と並んでライフワークとしてボランティア活動を続けている。仕事、議員、地域の活動と正直朝から夜遅くまで大忙しである。仕事を持ちながら、また家庭を持ちながら、どうして様々な活動が両立するのか、一体何が彼を突き動かすのか、沖縄という地で活動する理由に迫ってみる。1965年、長野県飯田市で島田茂は生まれた。寒い地域の元気な男の子として、スキーやソフトテニスなどを中心に続け、運動だけでなく書道など文武両道の道を歩んできた。中学、高校、大学と長野県で過ごした彼は、その後神奈川県の歯科医院に勤務した。仕事も順調に行い、当時神奈川県で独立開業を志していた。だが人生は過酷なものだった。今から約20年前、独立開業を目指し、身内を頼ることなく自らの力で道を切り開こうと意気揚々、勤務先を辞め全財産をつぎ込んだ矢先、金融機関や仲介業者の相次ぐ破綻により夢は断たれた。突きつけられた社会の現実は厳しいもので、ストレスと疲労が重なり、気づけば島田は病院のベッドの上にいた。焦りと絶望の淵に立たされ、病院で気が滅入る日々を送っていた島田。そんな中、ある出会いが彼を変えた。同じ病室で沖縄の離島出身の患者がいたのだ。気さくで何でも話してくれる彼は、離島医療の不整備、不憫など沖縄の医療についてたくさんのエピソードを聞かせてくれた。それは島田の心に、医師として頑張りたい、心の炎を灯した。自分を生かす場所は都会ではなく沖縄にあるのではないか、沖縄で赤ひげ歯科医を目指すのも自分らしいのではないか。島田と沖縄を結ぶきっかけとなったのは、病室での一人のウチナンチュとの出会いだった。そしてそんな島田を励まし続けたのは、何より気長に支えてくれた妻と幼い娘たちの無邪気な笑顔だった。医師として、親として、医療や教育で地域に貢献する、そう誓った彼の沖縄という地でのチムワザ人生の旅が始まった。19年という長い年月の中で、多くの人と出会い、たくさんの絆が生まれた。現在、島田が本業の傍ら取り組んでいる活動は5つの柱になっている。医療や介護の強化、教育環境の充実、雇用の促進、地域の結びつき、国保財政の健全化。今回この中から3つに注目し、より深く島田の活動に注目したい。医療や介護の強化。2008年に沖縄市高原に
チムアザ歯科を開業した島田。歯科博士号も取得した。新聞やメディアなど日々歯についての大切さ、放っておくと病に進行することなど、ケアの重要性について欠かさず発信してきている。医療におけるセミナーや講演会を行っている。できるだけ健康づくり、そして健康で、維持できるような、長年仕事をできるような、そういう体づくりと考え方。教育環境の充実、島田はスポーツという枠を通し子どもたちに多くの環境を作ってきた。子どもたちの生活態度を少しでも変えたいとボクシングをすることを提案。ボクシングができるなら授業もちゃんと出る、男と男の約束とし、生徒たちの居場所作りで始めたことが、プロの指導も受けることができた。少年たちと本気になって向き合い、生徒の中には沖縄チャンピオンにまで成長した。また十数年の付き合いのあるプロ野球審判員の皆さんの力を借り、平成15年からふれあい野球教室を毎年開催。スポーツを通じて社会に出た時に、苦しいことはね、山あり谷ありだと思うんですよ。そこをこうクリアできるような、そう、精神力の強さ、またやっぱり社会的な常識、やっぱり先輩後輩、先輩はやっぱり後輩を可愛がる、で後輩は先輩を敬う、そういうものを勉強していただきたいなと思っています。地域の結びつき、県外出身である島田、その強みを生かした結びつきも19年前から行っている。出身である長野県阿智村と沖縄市で姉妹都市として提携を行い、毎年沖縄市と阿智村の子どもたちの交換留学を行っている。沖縄の文化と長野県の文化全然違う文化だから、例えば海の綺麗さとか海の大切さとか怖さとか、で逆に、沖縄の子どもたちは雪を見たことないから山の怖さとか、雪の怖さとかね、雪崩とか、そういうものも含めて、その異文化の中で、これから成長するに従ってないものを補う、文化の違いを感じ取ってもらいたい。島田のこれまでの活動を振り返ると、学生時代の故郷でお世話になった皆さん、身内のように受け入れてくれた淵南中の皆さんの力、多くの人々に支えられ、今の島田茂があるのだろう。人生を鮮やかに彩るのは人と人を結ぶ心、そして信頼。島田茂のチムアザ人生はこれからも輪立ちとなって続いていく。絶え間ないエリ